はーい、おはようございます。今日もね、動物の森やっていきたいと思います。まずは手紙が来てますね。2つ、たっくんより、忘れないうちに伝えたくて今こうしてペンを取っているよ。双葉って名前、ロカビリーっぽいね。僕のハートがロカビリーってなんだろう、わかんないやさあ、そしてピティエからですね。この間は遊びに来てくれてありがとう。あ、はいはいはい、ピティエの家ね、裏作業中に昨日ね行ったんで、そのお返しですね。さあ、何もらったか、すごい化石めちゃくちゃ持ってんじゃん今、やばいやばいやばい。三輪車、ありがとう。 PTA 三輪車くれましたね。誰か家具欲しい人いないかなウェンディ家具いらん、三輪車いらん。ウェンディや、どう、チスチス、おしゃべりしよう。ジャンと俺はすごくいい関係。あ、なるほどね。必要な時に通達とドライの関係。あー、そういう関係大事だよね。友達。男同士の友達でそういう感じ結構、あ、今日の化石。そういう感じ結構多いイメージある今日ね。からの、今日の、バンバンバン。今日の、これ。さあ、今日は何をやっていこうかな。あ、てか、キャンプいるかな、キャンプ。なんか今、数えてみたら、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9人村なんだよね。だから、キャンプ来てたら、ウェーン。キャンプがね、来ない、たまーにしか来ないのかな。今までキャンプ来たの見たことね、作ってから1回しかないんだよね。そんなに来ない的な感じなのかね。曜日によって来やすいとか来にくいとかってあんのかね。ってことで、今日の、これ。てか、ちょっと持ち物が大量にありすぎるから、次化石見つけたら、あ、そうだ、忘れてた、これ。そう、昨日のね、裏作業中も持ち物いっぱいだってなってね、ちょっと、取れてないもんで、次化石見つけたら一回ね、鑑定行きましょう。よし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 、今日の、これ。フランソワーズ、チスチス。どうした？お話ししようって。服、あ、いいね、かわいいかわいい。はい、そうですね。今日何個、何個？なんと、14個もあるんだけど、これやばくない？ 14 個だよ。これはアパトーサウルス来るで、ビいやー、なかなか来ないですな、アパトさん。いや、もう大丈夫でござる。はーい。14個もあれば、かなりのつぶきちなと思うからね。これちょっと売っていきましょう。14個ってことは多分、4万ぐらいいくんじゃない？きっとね。さあ、カモン、3万8000、まあまあ大体合ってるね。ありがとう。ってことで、今日のケケ。とりあえず潜水艦っぽい。ケケマリンみたいな、そういう感じ？もしくはケケが入んなくて、マリンスタジアムみたいな、そういう感じの、カモン、ケケマリン。うん。ケケサンバ？あれ？全然海じゃないぞ。あれ？私の思ったのと全然違う感じ？サンバなんだ、これ。あ、はい、わかりました。じゃあ、どんな曲？あ、もう完全サンバだね。ちょっと待って、海の中に入ってるように見えんだけどさ、そういう感じじゃないのか。あ、サンバ？あ、なんか鳥がいるような感じがするように見えてきた。なるほどね、了解了解。サンバ、ケケサンバ、後ろにも鳥いるしね。からの、今日のお買い物。はーい。ってことで、デイジーんとこやってきました。今日の花予想タイム。左から、白いスミレと、黄色いパンジーですね。来ましたわー。黄色いパンジー、あ、ほらほらほら、まず黄色いパンジーね。黄色いパンジーと、あと、白いスミレ。白いスミレ、これもうスミレちゃんだよ、完全に。これ。白いスミレ。赤いパンジー。パンジー好きだな、おい。一応、この辺の低木とか買ってるけども、いつになるかな、木とか植えるの。道作りを完全に終わらせないと、木とか植えにくい。のと、あとピティが引っ越し終わんないと家がね、こうなかんだってもあるからね、ちょっと難しいとこはあるんだけどもね。ついでにこれで金の斧がまだですね。はーい。ってことで、今日は何をしていくかなんですが、まあ、とりあえずね、青バラの続きをやって、道をね、全部繋いでいく。下の方の海岸に繋がる道とか、ま、できてないもんね、その辺の道を今回全部繋いじゃって、その後に、まあ、時間が余ったらね、今日のこれよいしょ、あ、ムカデ、ムカデ、待って、ムカデがとくと、ちょ、ムカデが食うと思わなかった。ムカデが来てる、ムカデが来てる。よいしょ、嘘。嘘、今完全上に行かんかった、ムカデ。あれ？そう、というか、じゃあ今日ここなのか。ムカデ取れば、今日のサムネできたのに。残念すぎる。あー、持てないのか、ちょうど。はーい、ってことで、今日のこれ、ここでしたね。いや、ムカデもったいないことをしてしまった。初めてのムカデだったんだよね。いやー、ずーっと今まで全然出なかったもんでね。いや、ちょっと、もうさっきも取れないか。今日の高額買い取りは、グッズ。
ってことでリサちゃんにちょっとこれ買ってもらって、1万8000強いベジータ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 だよね、ベジータの戦闘力。さあそして先にちょっとここね、右への道をね完成させておこうかなと思います。この後またね、あの引っ越しが来た時に困っちゃうんでね。ってことで今日の道作り、いやこのね、このピティエの家がねこのピティエの家がなければもっといい感じできるんだけどね。村人を引っ越しさせずにさ、家をあの移動させるのとかあればいいなと思うけども、それがあったら逆にね、動物の森っぽくなくなっちゃうからね、いらないですね。めっちゃフランソワが見てんだけど、私のことどうした、私嵐じゃないから大丈夫だよ。今床張ってるだけだからね。まあ確かにすぐり畑の周りにね、石の床を張るのはちょっとだいぶやりづらくなるかもしれないけど、これすぐり畑とか近くないから大丈夫きっと。オーロラって今日話したっけ。オーロラチスチス、オーロラちょ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 いっす、こんにちは。あの写真をそろそろくれないか。イベントなら普通の日でも飛ばむら飽きませんね。あ、そうやろ。あ、よかったよかった。こんな村、アローランさん、こんな村でね、普通にリアル過ごすってなったらどんな感じだろうね。この動物たちリアルで見たら結構ゴワゴワしてて気持ち悪かったりとかするのかなはーい、とりあえずここまで貼り終わりました。よく考えたらここにこの丸石置かなくてもよかったところまであるけども、まあワンちゃんこっからこっちの方にね、道伸ばしていく的な感じのことも考えられるのでね、そのまま置いておきましょう。ってことで今日の化石、そしたら今度はね、海に続くからの今日の化石近いところにあんなからの今日の鉱石。そしたらね、ここからまた上の方に道を伸ばさんとかんので、ここにね、道つなげていきましょう。それでもう多分ね、双葉村の道作り終了ですね。はーい、ってことでここも道張り終わりました。これでね、すべての村のその道が張り、ボンボン。どうしましたか、フランソワ。どうした、あ、顔隠れちゃった。うん、どうしたどうした。うん、なになに、タックのところ。あ、はい、わかりました、任せて。そういうピコンピコンの時もこれ来るんだね。もうピコンピコンの時のこれの場合はこう写真がもらいやすいとかってあったりとかしたらいいんだけどね。タックンな、任せろ。あー、もうなんか走れるってのがいいですな。もう鼻のこと考えてね、走れなかったりとかするけどね、もう今鼻こうピチピチってなっちゃうことがなくなったからね、これでね、素晴らしい。タックンおるか、タックン、これウェンリーだ。タックンおるな、これね。タックン、ドゥドゥビドゥドゥビドゥドゥビ。おーっと、タコヤもおるじゃん。何しとるの、そんなとこで。そうだよ、そうだよ。話に聞いたよ。僕のハード系かなり正確。今ね、24時。適当すぎた、今のは。はい、あ、内緒なの、マジで。なんで、なんか、そういうね、あーな感じの関係だと思えちゃうからかな、やっぱ。ってことで、タックンさんへ、これでよ。あの、フランソワがこれ、あげるって言ってた。なんだろうね。通販頼んだやつ。ないないない。またか。この前もそうだったな。でも安いから買うわ。多分、これでね、本場よりも高いってことはないでしょう。なんだかわかんないけどね。なんだろう。っていうか、ドラドかな、何あれ、糸わかんないけども、なんかすごい魚持ってんじゃん、これ。これ、これ、こんな、なんで持ってんの。お、あ、これ BGM に合わせてね。そうそう、中身は何ですか、ちょっと確認しましょう。開ける。おぉ、フック、レインボーなフック、絶対高かったな。これもしかしてさ、もしかしてだけどさ、フランソワとタックンもしかしてグルこれ。で、私に、定価よりも高く買わせることで、その取り分を与えてる的な、それワンチャンこれあるな。怖いわ、マジ。配達してきたよ。届けたよ。なんか高く売りつけられた。あははは。俺もう笑いが止まんない。ね。あ、これで私にも100円入ってくるわって感じになってるか、笑いが止まらなくなってる。なんか聞かせて。平和だね。せやな。でかいイベントの前、せやな。ってことで、どうしようかな。もう全部やりきっちゃう。あ、待って、今日の青バラ選手権やってないわ。ということで、今日の青バラ選手権、パフパフ。まあ、青バラまだ出ないんだけどね。そこまで行ってないんだけども、紫すらできてない状況か。なるほどな。黄色だし、白だし、ここでできたやつも、
黄色だし、じゃあみんなこっちの方でね、大体は出ました。大体出たんで、黄色と白で白を出そうと頑張ってます。確かそれ欲しいよね。黄色白でしょ。だじゃ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 い？多分そうだよね。欲しいよね。いやでも全然進まんかったね、今日ね。今度は進むかな。一応流れ的には、これで白を出して、これで紫を出して、紫と白で紫を出して、で、その紫と大体で大体を出して、その大体と大体で赤を出して、その赤同士で青を出すっていう、そういう感じですね。なんだけど、途中の紫の時にね、大体が出ない紫のパターンがあるもんで、そうなってしまったらちょっと、ダメですよってのがあるんだけども、まあ、それやってみないとわかんないからね。ってことで、じゃあちょっと今日サムネになるようなことないか、カッペイヤちょっと今から島行ってみようかね。行きたーい。うん。あ、はい、わかりました。はーい。まだ島のゲーム私一回もやったことないか、一個ちょっと島のゲームやってみようかなと思いますよ。ね、カッペイヤ。新しい歌を聴かせておくれ。はい、出発進行、ナスのお進行って、あ、私今すんごい面白いこと言ったっしょ。でもこんなギャグ多分誰も思いついてないと思う。ってことで今日のご飯じゃない。今日の歌は、すーもーはー、カッパのお箱。あ、そうなんだ。へぇ。すももとは、一味違うって別物だー。そりゃそうだ。ぽっちゃりせずとも、すごく強いのは、なんで勝てなーくてもやめない、あ、強い心があるのね。なるほどな、心意気が大事と。さあそこから一言、おめえはサッカーより相撲の方が向いてるかもな。なるほど。サッカーもそんな興味ないし、相撲でも、相撲はやっぱね、あれだよね、日の丸相撲があるおかげで結構ね、好きな人増えたと思う、きっとね。あの子は鷹の花って、鷹根の花と鷹の花、これ多分かけてると思う。素晴らしいね。はーい、ってことでやってきました。マリンスーツだ。マリンスーツ売ってるけど、私メダル持ってないんだな。メダル集めないといかんな、これな。ってことで初めてのやっていきますか。チスチス、ツアーに行く。ツアー、うん。好きなツアー。え、お、いっぱいあるね。やっぱお手軽がいいかな。お手軽鉱石発掘体験ツアー。島に眠る貴重な鉱石の発掘をご体験。このツアーは初心者でも、お、オッケー。まずはじゃあ初心者ができるような遊び行きましょう。うん。行く、行きまーす。行きましょう、行きましょう。一人で、ぼっちで。お手軽鉱石発掘体験ツアー行きの船が出航します。やったー。うぇー、チスチス、ことぶきさん、うん。鉱石の発掘な？うんうん。スコップで壊すと。あ、はい、わかりました。鉱石につき1分、じゃん。はーい。よーい、ドーン、スタートー。ってことで鉱石見つけるぞー。こら、懐かしいな、これ。昔ハマったな、これ。よいしょー。これ取った方がいいんだよね。あれ取るんだよね。よいしょー。あ、いいね、いいね。バン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 。これ、いらんものを、持ち帰る的な感じのこともやるんだよ、確かね。よいしょ。あ、これ外れ。まあ、でもこんな、これずーっと見せちゃうのもあれなんでね。早送りないし、カート。何が何ポイントだっけ、これ。ちょっとその辺覚えてないんだ、今日さ。金が多分一番高いよね、きっとね。だ、金に全部しときゃいいのかな。あ、待って、こっち側来ちゃったけど、こっち側。あーいやー。無駄にしてしまった。ちょっと、ことぶきさんに聞いてみよう。何ポイントか、何が何ポイントか、もう一回聞いてみよう。チスチス、なんだっけ。ルビーは、3ポイント。あ、そっかそっか。ルビーな。金とかじゃなかったわ。何にも人の話を聞いていない。じゃあ逆に言うと、もうルビー以外は取らなくていい的な感じのとこもあるよね。あ、待って、これ、サクランボ。これサクランボとかって持って帰れるかな？ちょ。この美味しい、あ、美味しいサクランボ。えへへ。待って。ここでツアーのものって確か持ち帰れたよね。どうだっけ？一応ちょっとこれ捨てて、美味しいサクランボ、美味しいサクランボ。写真をもらうときに美味しいものあった方が絶対いいと思うからね。待って、私なんでこれルビー捨てた？よいしょ。ルビー以外を捨てて、あ、これルビーか、本当に。なんか私今ピンクに見えたんだけど、これピンクじゃないもしかして。まあいいや。これルビー？これ何ですか、これ。アメジスト。そもそもルビーじゃなかったわ。待って、全部ルビーにできないじゃん、これ。そんなにルビーはないですよ、的な感じ。それともたまたま私が運悪いだけかな？どうなんだろう。なんか私が運悪いだけに見えてきた。あ、これルビーでしょ、これ。あ、ルビー。
あ、てか全然持ち物持ってないわ。やばいやばいやばい。多分これ全部取った。たおお、残り30秒。てんてんてるてん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 。この曲を私に聴きたかったんだよね。久しぶりだ、この曲聴いたの。よし、これで OK かな。ちなみにこっちのこと話すとどうなんだっけ。チスチス、ようこそいらっしゃいました。ツアーを願う各種、あ、ほんと、あ、やっとこんなんあったんだね。もう残り時間3秒だわ。はーい、終了。さあ、今回結構行ったんじゃないですか。一人だし、ぼっちだし、どうですか。うん、結果発表。23ポイント、シルバーか。これを10回やんないと、マリンスーツはもらえませんよってことか。なるほどね。うんうん。あ、了解しました。ちなみに持ち物は、あ、よかったよかった。美味しいサクランボ入ってんね。じゃあ美味しいサクランボこの中入れて、まあ、今日はね、これだけでいいかな。マリンスーツちょっと気になるけどね。しゃあないしゃあない。ちょっと時間がないんでね、帰りましょう。ちょ、今日、時間ないから、ちょっと飛ばさせていただきますよ。月の、はーい、ただいまーってことで、梨のとこ行きましょう、梨のとこ。はーい、なしちゃん、聞いたよ。差し入れだよ。今日も京都でね、師匠を持ってきたんでね。はい。師匠はなし入れです。もう、わけがわかんなくなってきた。はい。あー、梅かろう、梅かろう。今日はね、多分ね、あれが食うと思う、きっと。怒る関係のやつ。プンプンとか、そういう感じのものがね、食うんじゃないかなと思いますよ。ってことで、てれれ、てれてんてんてれてん。はい、どうもどうも、師匠、私です。微笑む。やっぱりなー、プンプンだわ、これ。うん、微笑ましいといえば、赤ちゃんでしょ、赤ちゃん。うん、親子連れがね、ピクニックに来ていた。あー、微笑ましいね。それで僕、その家族をじっと見ていたんだけど、大丈夫か。小さな女の子とよちよち歩きの赤ちゃんが仲良く遊んで、あー、微笑ましいね。女の子の赤ちゃんとの接し方が、お姉ちゃんというよりも小さいお母さんみたいな感じ。あー、微笑ましいね。その横で本物のお母さんお弁当食べる準備をしているわけ。あー、微笑ましいね、すごくね。お父さんの方はとは言うと、昼寝してたかな。あー、まあまあ、微笑ましいね。それでね、この話に、落ちとかは、まあちょっとだと思ったけどね。あー、微笑ましいってことで、じゃあ私も微笑ましい話をしていきますかね。特に、ない。